プロ野球春季キャンプで日南で練習に励む広島カープの選手たちに宮崎市特効が振る舞われました。広島東洋カープ日南協力会と日南市農業振興対策協議会が自特効20キロを選手に差し入れ、練習後、栗林投手と島内投手ら6人が炭火焼きを体験。日南出身のケムナ投手も燃え上がる炎と煙に包まれながら焼き上げました。焼きたての自特効を頬張った選手たちは、炭の味がしっかりしてて、やっぱりコリコリ感もあり、皮の感じがすごくいいです。やっぱり自分たちで焼いたんで愛情もこもってすごく美味しいです。英気を養った選手たちは明日からもがむしゃらに練習に汗を流せそうです。